運転しながらなので信号待ちで星投げします。おお、気をつけてくださいありがとうございます。コーヒー飲んで起きてたよ。あー、なコーヒー飲むと目覚めるっていうよね。少し寝たけど起きれた。おー、よかった、寝坊しなくて。コーヒー効きますね。また寝るの、さっきなんて言ったっけ、二度寝です。二度寝する。でも私コーヒーそんな飲まないんだよね。コーヒー好きじゃない、そんなに。そもそもそんなに飲んだことない。でもこの間なんか自販機で間違えてコーヒー買っちゃって、いまだに冷蔵庫に入ってる誰も飲まない。紅茶派かな。私紅茶も好きじゃないんですよね。だからティーがダメ。そう、そう、だからスタバも期間限定のやつとかがないとココアとかしか飲まないですね。そう、でもなんかね、そうスタバでそういうティーとかを買って飲んでる人すごく羨ましいですね。飲める種類がいっぱいあるので、うん。なんででもスタバってあんなに手に持ってるだけでおしゃれなんだろうね。そのスタバイコールおしゃれみたいな感覚があるから、おおおしゃれってなる。スタバのコーヒー自体はそれほど美味しくないよ。そんな、そうなの？コーヒーてかさ、でもカルディだっけ、カルディにさめちゃくちゃコーヒー豆売ってるよね。いろんな国の豆が、飲めないけどすごいなと思って見てる。お母さんがたまに買ってるんですよ、コーヒー豆。カルディも美味しい。カルディ美味しいんだ。でもカルディすごい楽しい。いろんな国のお菓子とか食べ物が売ってるから。カルディに売ってるね、あの生ハムの冷凍のやつとか好きですよ。切り落とし生ハム安いし、意外とで美味しい。
生ハムもぐ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 大天使配信お願い生ハム食べてる時点で天使ではないよね、うん、カルディにトーストするだけでカレーパンになるマーガリンみたいなのありました。あ、それ私買ったことあるんですよ。塗って食べたことあるけど、え、本当に美味しいです。なんか一時期流行ったよね。流行ってなんかどこに行っても買えないみたいな時ありましたよね。すごいね、美味しかった。ちゃんとカレーパンでしたね。あのサクサク感。あ、ウニバターなんか聞いたことある。流行ったね。でも私ウニバターは食べなかったな。天使はヨーグルトを食べるのよ。あ、まあ確かにヨーグルトなら天使っぽいですヨーグルト好きだから、まあまあまあ。でも生ハムもまあ大好きですよ。生ハム最近食べれてないけど。俺も、あ、一緒ですね。99キロカロリーの食べてるヨーグルト全然見つけられない。え、嘘。全然あのセブンイレブンとかに売ってますよ。あ、確かにスーパーには売ってないかな。まあでもコンビニ、セブンは確実に売ってますね。あとなんか最近よくヤクルト1000をコンビニで見かけるようになりました。なんか品薄状態が続いてたのに、なんか全然ねヤクルト1000見かけます。ね、多分人気落ち着いてきたかもしれない。あ、ヤクルトさんが増産頑張ったんじゃなくて、あ、それはあるかも。それもあるかもしれないな。でもなんか砂糖がすごい入ってるってなって、その砂糖のか、ね、急に摂取した感じで眠くなるみたいに聞いたから、ちょっとね、飲むのが怖いんですよね飲んでみたいけど、興味あるけど、そう、1本あるんだけど、そう、ね、まあでも寝起きはすごい良くなるって。てかね、いつ飲もうかなって感じです。飲む日をちょっと今探してますね。今はだって、まあ寝ようと思えば寝れる、まあ何、あの生活をしてるから、そう、目をつぶれば多分寝れる感じな状況だから、目つぶっても寝れないみたいな時に飲みたい。賞味期限切れて飲めないに100ペソ。やだ。え、
エイトの日が賞味期限なの、私の持ってるあのヤクルト戦だから、エイトの日の、まあ、前日とかに飲もうかなって考えてるけど迷うな、ね、迷っちゃいます。毎日飲まないと効果ないみたいよ、睡眠改善は。ええ、そうなの？毎日？そうなんですか。じゃあ1本じゃダメじゃないですか。継続はむずいな。お、もうちょっとで、ちょっとね、ランキング読もうかな。ここの枠はちょっとね、15分だから短いんだよね。よし、じゃあランキング読みます。13位ホアンさん、ありがとうございます。12位はケンゴさん、ありがとうございます。11位ショートさん、ありがとうございます。10位はおぼさんとまくひなぎおしさん、ありがとうございます。9位はハウクスさん、ありがとうございます。8位山梨さん、ありがとうございます。7位はさんちゃんさん、ありがとうございます。6位和弘アットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。5位はメロメロンさん、ありがとうございます。4位はガッシュさん、ありがとうございます。3位カンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。2位カントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。あ、よ、あ、ちょっと変わった。4位はね、ガッシュさん、ありがとうございます。で、変わったのは6位がカズヒロアットマークなぎなぎ中さんで、ね、ありがとうございます。あと9位にしゅんごさん、ありがとうございます。11位はね、けんけんさん、ありがとうございます。そして13位はね、まさしぽっちゃんさん、ありがとうございます。で、こう来て、で1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さんです。ありがとうございます。うん、まあ、そろそろ終わります。次はね、8時です。あ、8時だから、まあ、寝れますよ。私は寝ようかなって感じですね。ほんと15分ってすぐだから。はい、じゃあまたね。遅刻しないように。バイバーイ。